おう、どこに行く？よし、行くぞ。北の果ての塔に住んでいる島は人工島と来たか。そう簡単に信じられる話でもないが。まさか疑ったりはしないよね。あの門や異界を見た後だからな。それで止まった水源の方はどうするつもりなんだ？うん、動力は今のところどうしようもないけど、まず修理だけはしておこうって思ってる。修理に必要な部品を大急ぎで調べてる最中だよ。調べる本がいっぱいある分、探すのが大変だけどね。急いでくれ。盗っ人の牽制なんか惜しくもない。あんな弾、俺は今すぐにでも壊したいんだ。ボス、盗っ人ってのがブルネン家のご先祖様のことを言ってるのなら、私はその人に感謝してるよ。何？その人は私たちと違って塔を目指す理由なんかなかった。その先で誰もいない場所で水を出し続けてた玉を、水源が止まって困っていた村に持ち帰ってくれた。それに今こうして私たちが島の危機を知るきっかけにもなってくれた。全部事実でしょ？それはそうだ。まあ持ち帰った玉を村で威張るのに使ったとこだけは気に入らねえけどな。レント混ぜ返さない。とにかくあんたの言うブルネン家の勇敢さってのは本物だと思うよ。わかったから、早く何とかしろ。坊ちゃんと休校は温めてきたか？報告は済んだか？だろ、ちゃんと済ませて、ついでに嫌味もぶつけてきたよ。そう、よかった。あのな、じゃれてることはクラウディアにはお見通しね。でも確かにボスが言ったみたいに急がないと。いよいよ歓喜が来るね。門の監視は継続している。淡水化装置を復旧できたら一度聖地まで探索に行こう。ああ、ここからは時間との勝負だな。なんとかしてみせる、絶対に。おう、どこに行く？よし、い。あれ、レント一人でどこ行くのかな。まあ、いっか。気になる。いや、これはやじ馬根性なんかじゃなく、錬金術師としての勘なのよ。一人でどこまで行ったのかな。今更こんなところで魔物にやられたりはしないと思うけど。どうしたボス、実戦はいつもいきなりだぞ。まだ準備できてないなんて言い訳は通らねえんだ。誰が言い訳なんぞするか。レントにボス、二人で何を。俺の頼みとはいえ、訓練に付き合っている暇があるのか。やることは多いはずだぞ。お前の頼みだからって特別扱いなんかしねえよ。俺のやることは剣の腕を磨くことだ。俺はライザみたいに錬金術はできねえ。
タオみたいに修理の計画も立てられねえ。クラウディアみたいに周りのことも気遣えねえ。こうして剣の腕を磨いて戦いに備えるだけだ。ふん、俺の相手をしてくれるなら何だっていい。俺も実力が近い方がいいけどよ。ランバーはどうした？あいつこそお前の剣の稽古相手なんだろ？あいつは荒ごとに向いていない。俺はそれを見ないふりして自分を強いと思い込むために利用していた。だからもう巻き込まん。キロに再び会うために腕を上げるという俺のための訓練ならなおさらだ。理由はあれだが、確かに大した勇敢さだよ。あんな恐ろしいところにもう一度行きたいだなんてよ。お前こそあの塔まで行ってきたんだろう。なぜそれを村の連中に言って見返してやらない？たどり着いた時まではそのつもりだったんだが、いざ塔の頂に立ったらどうでもよくなっちまった。冒険は楽しいことや嫌なことに出会う俺のもので、他人に認めてもらうためのものじゃない気がした。分かった風なことを言いやがる。お前も冒険に出てみればわかるかもな。まずは俺に勝ったらってのは無理だから、せめて互角になったら出歩いてみるがいいさ。言ってろ。すぐに追い越して同じ言葉をかけてやる。その憎まれ口、アガーテ姉さんやモリッツさんにみんなで怒られてた頃みてえだな。そんな昔のことは忘れたな。ああ、そうかい。覗いちゃったりしてごめんね、二人とも。どうしようかな。どこにしよう。どこに入れようかな。何を入れよう。ロキさ、何を入れよう。いいもの、できそうだよ。何を入れるのがいいかな。いいもの、できそうな予感。何を入れるのがいいかな。いいもの、できそうな予感。次はどうしよっかな。何を入れるのがいいかな。おお、いい感じかも。さあ、何を入れよう。おお、いい感じかも。何を入れるのがいいかな。いいもの、できそうな予感。何を入れるのがいいかな。何を入れるのがいいかな。どれがいいかな。
何を入れるのがいいかな。どれがいいかな。さあ、何を入れよう。入れるのがいいかな。いいもの、できそうだ。何を入れるのがいいかな。どれがいいかな。何を入れるのがいいかな。どれがいいかな。これでいいかな。さあ、どうだ。できた。バッチリ。よし、強化するぞ。どこに入れようかな。何を入れるのがいいかな。うわ、いい感じかも。どれがいいかな。これでいいかな。さあ、どうだ。やった、できた。どこに入れようかな。さあ、何を入れよう。いいもの、できそうな予感。どれがいいかな。これでいい。さあ、どうだ。悪くないんじゃないかな。どこに入れようかな。さあ、何を入れよう。うわ、いいか。どれにしようかな。これでどうだ。うまくいくかな。できた、バッチリ。ライザ、わかったよ。え、何。わかったんだよ、炭水化装置を直すのに必要な部品が。本当。どんなのか見せて。なんか変な形してるね。いくつもあるみたいだけど、こいつらがいくつか連結して組み合わさるんだ。そうすると元となる力さえあれば連動して動くはず。機械の仕組みはわからないけど、とにかくこれを作ればいいのね。うん、そうなんだけど、問題は材料だよ。やっぱり普通のじゃダメだと思うんだ。あれだけの大きさのものを動かすんだから、ちょっとやそっとじゃ壊れない丈夫なものじゃないと。僕は逆に調合のことがわからないし、材料の選別から含めてライザにお願いしたいな。どうだ、できそうか。任せてよ。形も分かってるし、なんとかしてみせましょう。早速採取に出かけないと。じゃあ私、出かける準備をするね。レント君にも声をかけなきゃ。すっかりみんな手慣れてきたようだ。ああ、頼もしいがなんだか寂しくもあるな。そろそろ私たちが教えることもなくなったか。ライザー、調合できたらあの地下の大部屋まで持ってきてね。全部で同じものが3つは必要だと思う。
どうしようかな。ロッさ、何を入れよう。うわ、いい感じかも。何を入れるのがいいかな。何をしようか悩んじゃうな。いいもの、できそうな予感。何を入れるのがいいかな。さあ、何を入れよう。いいもの、できそうな予感。さあ、何を入れよう。いいもの、できそうな予感。どれがいいかな。何を入れるのがいいかな。さあ、何を入れよう。うわ、いい感じかも。どれがいいかな。何を入れるのがいいかな。何を入れるのがいい。どれがいいかな。さあ、何を入れよう。さあ、何を入れよう。うわ、いい感じ。さあ、何を入れよう。何を入れるのがいいかな。うわ、いい感じかも。さあ、何を入れよう。いいもの、できそうな予感。どれがいいかな。これでいいかな。うまくいくかな。悪くないんじゃないかな。少しは成長できたみたい。どこ。さあ、何を入れよう。うわ、いい感じかも。さあ、何を入れよう。うわ、いい。どれにしようかな。何を入れるのがいいかな。いいもの、できそうな。どれにしようかな。何を入れるのがいいかな。何を入れるのがいいかな。ちゃんと考えないとね。どうしようかな。どれだけ作ろうかな。何個作ろう。どれを使おうかな。本当にこれでいいか考えないとね。
どこに行くんだ？よし、行くぞ！どこに行くのかね。よし、行くぞ。どれを使おうかな。これでいいかな。うまく変化するかな。よし、できた。どうしようかな。どれだけ作ろうかな。これでいいかな。さあ、どうだ。やった、できた。できた。これならタオも納得できる強度があるはず。あとはこれを島の地下の大部屋まで持っていけばいいんだよね。どこに行くんだ。よーっ、また来ます。ま、どれ、またどこに行くんだ。よし、行くぞ。取り付けよう。うん、みんなタオを手伝うよ。おう、って言っても俺は力仕事しかできねえけどな。私だってわからないよ。教えてもらいながらできることはやろう。さて、いけるかな。もし失敗したらどうなるんだ。そんなの、もう一回作り直すだけよ。大丈夫、ライザはちゃんとできる。私、そういうの分かるんだ。ありがとう、クラウディア。さてと、島を浮かべてる装置に影響が出ないよう、ほんの少しの力で動くかどうか確認しないと。音が消えちまったぞ。どう、タオ。うん、成功だ。ちゃんと動いて機能したみたいだ。あとは動力さえあれば炭水化装置は昔みたいに動くはずだよ。よっしゃー！
よかったね、ライザ。うん、実は結構不安だったんだけど。おいおい、マジかよ。だってクリント王国の錬金術だよ。そういう超技術の塊みたいなの、私が作っちゃったんだね。そうだよ、だから言ったじゃない、ライザならできるって。うん、本当にありがとう。でもこの修理が終わったってことは、一番難しい問題がとうとう来たのかな。ああ、動力だな。まずタオの監視のもと、私とお前で動いてる状態を確認しておくか。何を探すかから始めなきゃいけないからね。気長に構えてる場合じゃないのに、もどかしいな。魔石のように見えるけど、実際は全然違う。それだけしか感じられない。いくらお前が才能のある錬金術師でも、元となる知識が全くなければそんなものだ。だが今のうちに観察して、感覚で分かることだけでも掴んでおけば、異界での探索に役立つだろう。問題はフィルッサの動向だな。石膏の次が来たらいよいよ危ない。やれることをやれる限りやって、進んだ分だけ何かに近づいてるのかな。今度は？よーし、どうしようかな。何を入れるのがいいかな。さあ、何を入れよう。さあ、何を入れよう。いいもの、できそうな予感。さあ、何を入れよう。
できそうだよ。何を入れるのがいいかな。さあ何を入れよう。いいもの、できそうな予感。さあ何を入れよう。おお、いい感じかも。さあ何を入れよう。どれにしようかな。これでうまくいくかな。じゃーん、こんな感じかな。どこに入れようかな。どこに、さあ何を入れよう。いいもの、できそうな予感。さあ何を入れよう。いいもの、できそうだよ。さあ何を入れよう。いいもの、できそうな予感。さあ何を入れよう。いいもの、できそうな予感。さあ何を入れよう。わっ、何かが変わりそう。何を入れるのがいいかな。いいもの、できそうな予感。何を入れるのがいいかな。新しいものができちゃいそう。どれにしようか。これでいい。さあどうだ。じゃーん、こんな感じかな。なんか上達してきた気がする。みんな一緒に決めるよ。
りの雨だよ。ライザ、隙を作って。今だ。そこだ。今だ。気をつけて戦わないと。そこだ。そこ。そこだ。ライザ、これならやってみろ。今だ。避ける。そこだ。今だ。ライザ、先を作って。そこ行くよ。今だ。僕も続くよ。そこだ。そこだ。今だ。ナイス。みんな一緒に決めるよ。行くよ。仕掛ける。みんなナイス、やってみろ。そこ。みんなライザ、やってみろ。それそれ、今だ。そこだ。そこだ。これで仕留める。あとは任せろ。今だ。今だ。そこだ。そこだ。行くよ。今だ。ライザ、やってみろ。そこ。みんなライザ、やってみろ。連射。そこだ。そこだ。ライザ、やってみろ。終わりだ。そこだ。今だ。いくよ。今だ。みんな一緒に決めるよ。これならどう。そこだ。僕も続くよ。今だ。そこだ。今だ。一気に畳みかけるよ。いくよ。そこだ。そこだ。そこ。そこ。ライザ、やってみろ。どこに行くのかね。どうしようか。今回のボトルは。行くぞ。よいしょ。手短に済ませるぞ。行くよ。今だ。
けるよね。そこ行くよ。今だ。そこだ。ライザー、ライザー、やっつけ、そこだ。次に行こう。済ませるぞ。今だ。これくらい当然さ。人工島がこれだけ綺麗なことに感動すべきなのかな。クラウディア、何か用があるわけじゃないのか。ないよ。ライザがあんまり休まないから連れ出しただけ。確かにその通りだね。休まないと頭も働かないってのは忘れるくらい頑張ってたし。ありがとうね、クラウディア。どうも私突っ走ると自分すら見えなくなるみたいでさ。それはみんな知ってるよ。タオ、あんた、お前たち揃ってたか。一緒に来てくれ。どうしたの二人とも、そんなに慌てて。入り江の門だ。ピルフサが這い出している。いよいよってやつか。今ってやるぜ。食べられる魚
魚しか見たことなかったけど、いろんな形のがいる。よいしょ。どこに行くの？私たちが見た時と違って単独になっているな。監視だけ残してあとは引き上げたか。あれって石膏じゃない？前にリラさんが言ってた石膏の次ってやつかな。そうかもしれん。だが今は。そうだな、まずはぶっ倒す。よし、行くよ。気をつけて戦わないと。行くよ。そこ、そこだ。ライザ、やってみろ。行くよ。ライザ、隙を作って。そこ。これならどう？そこ！そこだ！そこだ！そこだ！今だ！そこ！みんな、一緒に決めるよ！当たれ！ライザ、やってみろ！まずい！そこだ！行くよ。みんな
緒に決めるよ。これならどう？作って。そこだ。今だ。行くよ。追撃するね。一気に畳みかけるよ。敵を貫け。そこだ。今だ。リラさん、お願いします。しびれ。今だ。私は負けないさ。よし、なんとかなったな。あの乾きの悪魔は倒しちゃったんだね、僕ら。リラ、どうだ？ああ、やはり間違いない。こいつは空読みだ。空読み、どういう意味なんですか？名前の通り空を読む。つまりその地の気象を鋭敏な感覚で観測する特別な種だ。それってつまり、こっちが歓喜になったことがフィルスタにバレたってことだよね。ああ、こっちに雨が当分降らないことを虫歯みの女王に知られてしまったんだ。つまりいよいよ来ちまうのか、大侵攻が。どれくらいの時間で攻めてくるんですか？巨大な群れとして動くから今すぐというわけではないだろうが、もう猶予はない。そんな、一体どうすれば。まずはアトリエに戻って今後の作戦を考えよう。よし、あった。水は錬金術の最も基本となる素材だ。どれだけあっても困らないだろう。ちょっと僕に近づかないでよ。虫が嫌いなの知ってるだろ。やあ、毒があるんだよね。怖いけど必要なら取らないとね。取れたよ。こんな植物でいいのかな。やあ、これは毒があるはずだよ。気をつけてね。やあ、これだけあれば足りるかな。やあ、どこに行くの？よし、行くぞ。大進行を止める方法はないの？ないだろうな。よりにもよって虫歯みの女王の支配地の近くで門が開いてしまった。やつら喜び勇んで殺到してくるだろうよ。門をぶっ壊すのはダメなんだよな。
ああ、門に込められた莫大な力が解放されて、とんでもない被害が出る。こっち側の遺跡を壊して、門を水で囲うのは？一匹二匹ならともかく、大侵攻ともなれば、多少の水は味方の死骸で埋めて乗り越えてくるだろう。門の封印は無理にでもできませんか？封印は繊細な作業だ。フィルフサがいつ群れをなして飛び出てくるかって状況ではとても無理だな。逆にどういうことならできるの？今すぐできることとなると、一つはあの古式秘具を今すぐぶち壊すことかな。もし聖地の水が一瞬で元通りに戻ったなら、そこそこの足止めくらいにはなるかもしれん。それでもそこそこの足止め程度なんだ。すでに女王が群れを率いて救っちまったんだ。水が戻ってもその勢い自体は消せないだろう。その方法をとっても奴らが来る可能性は高くて、しかも島は歓喜の中で水を失う。もう一つの方法は、かつてクリント王国の連中がそうしたように息を潜めて島に引きこもることだ。大侵攻が何もかも飲み込んで荒らし尽くすのを歓喜が終わるまで眺めてるってこと？でもこの地方の島以外の場所はあの古城や塔みたいになってしまうんですよね。歓喜の間中群れは広がってゆくだろうな。正直この場合どれほどの被害が出るかは見当もつかん。もう一つできることはないでもない。最も危険だが確実に大侵攻を防げる一手だ。教えて。我々の方から打って出て虫歯みの女王を倒す。そうすれば統率者を失ったフィルフサの群れは瓦解し、大侵攻もついえる。お前ならそう言うだろうと思ったが、成功の確率を考えるだけ馬鹿らしい無謀な行為だ。でもそれが一番確実な方法なんだよね。俺は付き合うぜ。要するに俺たちが頑張りゃすっきり片付くんだろ。私もライザが行くのなら今がもらった勇気を返す時だと思う。当然提案者の私は行く。アンペル、お前も格好つけてないでさっさと言え。わかっている。だが誰かが慎重論を唱えなきゃいけないだろう。でなければ生きづらい奴が。僕も行くよ。何？しかし。しょうがないって付き合うわけじゃないよ。うまく言えないけど、やっぱり僕も行かなきゃ。やれやれ、余計な気を回しすぎたってことか。大人ってのはこういう時いまいち格好がつかんな。これで言い訳は終わりらしい。ライザ、思いのままにやれ。みんなありがとう。
にしても虫歯みの女王の城に殴り込みか。冒険もここに極まれりって感じね。やっぱり村の人たちには知らせないんですか？以前も言ったが、私たちの目的は門をはじめとするクリント王国の遺産を密かに封じることだ。また別の誰かが異界に触れる機会を増やすわけにはいかない。悪いが、これは私たちの前提だ。それに半端に喧伝して混乱を起こされると無用の被害も増えるだろう。せめて真実を知るボース少年に、我々が出発した後それとなく街道の往来を止めてもらうことにしよう。なーに、要は俺たちが勝てばいいんだよ。気楽に言うな。でも本当にそうするしかない。そうでなきゃ僕らはって状況なんだよね。私たちの命がけの戦いは村の人たちの誰にも知られないまま始まって、それでいいんだよ。この戦いはなんてことない当たり前のものを守る私たちだけの戦い。明日も普通にやってくるなんてことない一日のための戦いなんだよ。いい覚悟だ。じゃあこれからお前たちのそれを、なんてことないものを、もう一度見直してこい。その間に私たちが出発の準備をしておこう。うん、みんな、それじゃあ一旦解散ね。また